あー、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。ダー、はい、9時ぐらいに起きてね、ずっとぼーっとしてました2時間ぼーっとして、未だに目は覚めてないってね。はい、サタンの重心化と白亜のみで、いきたいと思います。よいしょ。江戸に登録憤怒の冒険ってことでね、頭痛がするな。まあいいや、ウィルキンソンがあるからさ。はい、ということで、まずはね、真ん中のやつを倒したいんですよ。わかる？コンビニキュッキュのやつをそこに倒すのが一番よし。わっ、強くないこれ。何のやつがわかるんですよ。毒強くない？結構マジに、結構マジに強くないこれ。あ、でもこれ微妙に変な風に出しちゃいそうだな。まあいいよ。毒で死んだかな？だよね。毒の調整ちょっと難しいな。どうしよう。毒々しいやつだな。ただ HP 回復いっぱいあるから、こんな感じで。スパッと。やることやっちゃおう。OK。これで HP のバランスが崩れた。真ん中のバキューム野郎を倒しつつ回収だな。お、これはこれが面白い動きができる。そ真ん中を倒してきた。なんかサタンのバンバンばっかりな。バンバン。そういうイメージが今湧いちゃってる。よし。回収。OK。でだ。大して痛くないからこれ横勘でおお、それはマニアックな動きするね。毒強いなおいマジか、その強さ。よし、キンハート2つあるから、うまく回収しようね。これは下で縦勘で倒します。魔族キラーついてるから強いんですよ。で、そろそろもうオールアンチも使えるしね、問題なく動けるんじゃないかしらというとこです。ちょっとゆっくりやってるね。下手に、下手やると落ちる。ゆったりたっぷりのんびりってやつだよ。あ、そう、そういえばさ、気づいたことがあって、俺ね、冬服なくて、この長袖の服何持ってるかなってこう漁ったんですよ。そしたらこれしかなかったあ、いくつかあるけど、こういうパーカーしかなかった。おいおい、ちゃんと買わないとダメだなと思って、いよいよ持ってしてね。毒強いぞ。お、これまだダメだ、危ない危ない。オールアンチあるから使いたくないんだよね、まだ。これ毒で倒したでしょ。よいしょ、ね。さあ次だ。さあここら辺から危なくなってくるから、オールアンチうまく使いたいね。あ、ここら辺だ、この次か。この次あたりでオールアンチをうまく使えたらいいな。おいおいおい、暴れる年頃なの。真ん中のワンちゃん倒しとかないと、オリベルカップ使われちゃうからね。ああ、ゴイルダウン使われちゃうからな。むずいな。そしたら、こうか。ズバッズバッと。あ、いかないか。まあ、しょうがないね、この動きはねそろそろ危ないから暴れよう。あ、倒せなかった、片方だ。うわ、やばいこれ。そしたら横勘かな。攻撃力ダウンされたらね、これもう終わりだからね。よし、OKOKOK。 かなりかなり上だけかな、次は。ここ縦勘で多分倒せると思うんだよ、レーザー込みで。あ、ダメだ。あ、いけた。よし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 想像以上に今減速してさ、ダメかなと思ったけど、いけた。世の中意外なこと結構多いんだよね。さあ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 横勘かな。カンカン
これみんなこれでもうあれだね、使えるようになったから、うん、悪くないかもしれない。さあここら辺でオールアンチを一回使っとこう。せっかく4ターンで使えるからね。うん、オールアンチで縦間で真ん中のやつをなるべく駆逐していきたい。いけ、届けるぜ。レッツゴー。地獄を支配した極上の大人。強っ。え、めちゃくちゃ強くないこの人。こんな強いんだ。真ん中のバキューム野郎、強っ。ちょっと待って、サタン強っ。気に入ったわこの強さ、さすがに。倒して次右下も倒していきたいね。うん、うわっ、両方とも同時に倒したいなこれ。マジか、頭だけやっちゃうか。君なかなかマニアックだね。そしたらね、右上のリンゴさんをよし倒した。で、次がまたオールアンチ使うか。ここで縦間でオールアンチしよった。ちょっと危ねえもんな。あ、横間でいいや。横間オールアンチして倒そう。それレッツゴー。まあ、レーザーがないけど無理か。まあ一匹倒せればいいや。ここを抜けるのは結構ね、辛い時が多くて、なんか別に今回問題なくできてる感じがしていいね。なんとかね、オッケー、いいんじゃない、いいんじゃない。ここでちょっと地雷全部回収しとこう。地雷回収して回復もちゃんとできるやつ。オッケー、これでもうオールアンチ使えるからね。いやいや、いいよいいよ、君いいよその動き。ほら、パワー型だからうまく調整できるんですね。あ、結構パワー型でも強いんですね。レーザー込みになっちゃったら超強いね。ここか。そしたら、まあ、左の方に。あ、ここだったら早いんだよね、ボスの間に。いや、これ無理でしょ。こうするしかない。よし、ドーン。で、次も狙っていこう。あ、これ危ねえから地雷回収してからだな。左側に入る。あ、入れなかった、やべ、やることやっちゃった。そしたらまた毒を与えとこうか。それ地雷ないでしょ。この毒強いね、やっぱり。うん、ちょっとズバッと一回倒す。ボスが魔族だから動きやすいんだよね、実際のところ。よし、じゃあこれで倒します。えっ、マジその動き、それは予想外だよ俺、さすがに。あ、まあ倒せるかな。ちょっと予想外の動きだったな今。そしたらここも重力バリアやばいから、このターンで倒したいよね。いや、まだオーランチ使わない。おっ、毒無理か。あ、いけ、ついた。お、これはちょっとオーランチしとこうか。いかほどのものか見てみたい。届けるぜ、地獄を支配した。強っ、めちゃくちゃ強いじゃん。まだ回復来ないでしょ。あ、倒せる倒せる、これは余裕で。そら、え、マジっすか、ちょっとマジ。今のマジ。まあいいです、はい。位置取りちゃんとできたからいいけど、今のマジかいな、ビビり早かった。うん、さあそしてボス、今んところね、そんな地雷バカすか踏んでるわけでもないから問題なくできてる感はある。え、またオールアンチできんじゃんこれ。オールアンチする必要なくないこれ。強い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 、50万はでかい。で、横縦かな、これ。よっかし、横縦にあれがある感じだから、こううまく調整していく。大丈夫大丈夫、これで回収して
ゲルカップ取っていく。あー失敗した。ただ十字はこれ大丈夫でしょ。あーそうですかね。いいんじゃない、いいんじゃない。そうです。あーダメか。あーいったいったいった。そしたら左側だろ。こうすれば暇なんで。OK。そしたら今度もどうだ。いやちょっと踏みそうだから疲れてるな。一個踏んじゃうかな。お倒したね。あれが強いんですよ。魔族キラーがついてるからめちゃくちゃ強いね。ここはさあここもうまくいきたい。そんなお年頃よいしょ。素晴らしいよ。雑魚を倒しておくのがすごい大事だからね。ここは入りには入れなかったパターンだけどね今のは。うわ地雷がやばい。次オールアンチ使って本体狙ってみようか。オールアンチでね。さあどんだけいくか。ちょっと待って、本体超硬いんだよね。あーでもやっぱそんないかねえか。そんなもんだよねやっぱね。あいつは、まあ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 、いいとして、あ、これは下入りやすいね。上当ててからの下、この次のターンで倒せるでしょ。で、換して、うん、無難に行きましょう。よいしょ。なんだかいけそうな気がする。あそこジラある。理由のジラが見えるからやめとこう。見づらいわ。とりあえずこっちに行って、このターンで倒そう。あ、この次のターンだ。とりあえずここ回復取って、えっ煩悩にまみれておるぞ。はい、ただの偶然今のは。まあいいや、もうすでに次でオールアンチ使うしな。これ抜けてない少し、しかも、あちょっとだけ抜けてた。倒せるもん全部倒して、まだ地雷来ない。オッケー。地雷来ないんだったらじゃあオールアンチしてみようかと思ったけど、まだしない。回復してからかなオールアンチ。やっぱりやっぱりやっぱり進んでく。それズバッと強いですよ、このズバズバ。これ強いね、やっぱりめちゃんこ強いよ。使いたいから右上入っていかなきゃ。よしよしよし、もう回収する必要ないんですけどね。実際右上のやつの意識を減らして、本体でも減らせば右上回復してくれるんだよね。よし、じゃあこっからはオールアンチで右上を狙おう。これ強いんじゃねえの。そう、いけ、届けるぜ。くそんじんな、強っ、めちゃくちゃ強い。で今度は下の本体を狙ってみようかと思ったけどダメだね。一番よろしくない。そう、届けるぜ。本体を狙わないためには本体を狙う。死んじゃうのこれ。やっちゃったーと思ったけどね。まあ大丈夫でしょう。ハクは残ってるし、ハクスさんが残ってれば大丈夫。いくぜ、レッツゴー。なんか2人残ってるな。いけ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 、よっしゃ、問題なくいけるね。魔族キラー M ってね、すげえな。しかもオールアンチがね、まあ、8ターンに1回ではあるけどさ、まあ1ターンかわせばいいってだけだから、うん、特に問題なくいけるかなと思いました。カシャリ、皆さんもぜひぜひね、ちょっと時間かかっちゃうけど、うん、調整しないといけないから、まあ、使えないこともないから使ってみてください。よし、1個ポンと。はい、ではそんな感じで、以上ギコちゃんでした。バイバイ。